はいどうも小れです、えー、今ね、静岡にいるんで、さ、え、わ、ー、やかって店のハンバーグ食ったんだけどさ、うん。まあ一人だったんでね、なんかぼーっと店の中あの見渡しとったらさ、やっぱああいう店って、食事中人間が入ってきてさ、くそほど忙しいからさ、やっぱあの、回転率重視のために、えー、店員の声かけが多いのよ。例えばなんか、そうだな。 肉の焼き加減聞いてきたりとか、えー、なんか空いたお皿を積極的に下げるとか、うん、メニューをねなんかもう1分ごとに聞き,聞きに来るとか、うん、だからそういうのでもうどん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 ,どんそのタスクをこなしてってねであのテーブル片付けたりさ、うん、であの肉運んだりさお客様案内したりさ いろんなこととをやっとるわけさ、うん、そんななんかうん広い店ってわけでもないけどまあ所狭しとねあの店員が右往左往しとるわけさこれ見てふっと思ったんやけどさあなんかこれあのサッカーとかそういうスポーツやっとる人おったらすごいなんか使えるんじゃないかなと思ってなんでかっていうとさあのサッカーとかそういうスポーツって。 なんかそのねあのねあ状況というかその広いピッチを見渡してさなんか、えー、それでなんか最適なねあのー、パスのコースを見つけたりとかさ、えー、敵の位置を確認してマークをあの、ねあのー、パスコース潰したりとかさいろんな戦術があるわけだけどなんかそういうさその周辺視野を養えるというかその目標に対する最適なあの道筋を見つけるというか。うん 今回のこの爽やかだったらさ、えー、なんだろうな、まあ、あの料理の提供っていうのがまず最優先なわけやねんか憎さめるし、うん、でそれをまず大優先にしてけどあのお客様も案内空いた席には案内せなあかん、ね、で片付け楽,す楽にするために何、ね、て言うかなお皿も避けたい、うん、メニューも聞きたい そうやってやいにやいにやっっていいとると、ね、あのまあ効率化を目指すわけやねか、うんか例えばあっちへ行くついでにこれだこれをやってで帰ってくる時にお皿回収してみたいな、うん、だ1番さんにあのお肉持っていたついでにあそこの、ね、5番さんが、えー、お皿からライスのお皿からだからそれちょっと回収してとかでその流れでお客様を案内した後に、えー、どこどこに お肉提供して、でそれの後半は、えー、ごわさんになんかその聞きに行けなん違う違う新しく案内したお客様になんかそのメニューをっていうか注文を聞きに行くとかなんかそういうねあののがやっぱね現場ですごい洗練されてくよね、うんまあ、どんな職業でもそうなんだけどまあせっかくのサッカー王国、えー、静岡ですからねなんかそういうのに絡めて、えー、話してみましたけどうん。 なんかスポーツやってる人とかって結構接客業ってあの向いとるかもしんないですね集団。集団のスポーツ、チームスポーツやる人たち。うん、たったそんだけの動画でした。うん、以上です。ごちそうさまでした。